今多分超疲れてる。じゃあ超疲れてる俺。まあ、多分体重変わってない。3.8kg。今やっと普通の体重に戻った。5週間も連続で病院通ってさ、体重測定するから。ミスったな。何が？長野にいた時さ、ずっとカメラ回してくれよった。朝まで。なんで？いいじゃん、日の入り富士山。いや、富士山映ってないから、ね、雨が。あ、そっか。今日やろう。ちょっと悔しかった。でも容量あるかな、まだ大丈夫。いやでも結構もう減らしてよ。一番いいところで綺麗にしょ。そうそうそう、まず最悪だよ。そうなったらこの 6S くん使うからいいや。最悪。オブワンワンワン。あ、顔がもう疲れきてるでしょ今日。面白い顔ってこと。あ、滝の音が聞こえてきたね。まあ、このババババとかいい音だな。ね。おすすめが、まあ、道の駅は大有名なんですけど。へぇー。いくつか。まあ、あとなんか、先書きの白、白鳥かもしれない。読みではないと、滝山の上実際あってもわかんないけど。ある。苦しいな。ちょっと、腹出過ぎたかな。今、まあ、見せない。うちのお父さんこすんじゃん。それはないな。でも何て言われて63とか4とか。そうなんだ。うん、多分外食とかこれでするようになったらなると思うけど、ないか大丈夫。外食はマジで一気に太るよ。好きやったんだ。あ、いや、好きやったらまだいいよ。あれだよ、もう。まあわかるよ、それ油切ってきたらハンバーグや肉やとかでしょ。ラーメンとかね、そこになったらもうやばいね。まあ疲れてると食いたくなるんだよね、確かにね、そういうの。よくないんだよ、だからほんと。だから俺多分好きは食べたったのかもしんない。やべえな。もうダメだ。やべえ、この滝まで長く感じるんだけど。嘘だ。うん。大した距離じゃねえよ。いや、ダメだ、マジで。まあ、動画上げまくったからいっか。歩きやすい、ね、気持ちいいよな。さあ、今年は庭もクワガタを見つけることはできるでしょうか。まあできたらいいけどね。あ、だだだ、あとコクワ。ちょっと疲れちゃった、俺もうダメだ。ちょっと寝たい、どっかで寝たいわ。ダメ、この辺で寝て。いやいや、さっきのあのベンチがちょうどよかった。うん。うん、まあ、だって山小屋しかないでしょ、多分。山小屋の方が一番寝る。横になりてんだよ、俺は。もう横になれなかったっけな、このベンチ。本当に眠い。ほら、これ寝れそうじゃん。ほら、あそこで寝るかな、ちょっと。時計が美味しいってそうだ。結構あるよ。ね、ホットエフリーあるよ。ちょっとここで寝ようかな、マジで。うん。めちゃくちゃ遠くなる、それ。え、見たことあるけど。多分ね。やべ、息上がる、ここだけで。食いすぎたからかな。多分。あ、椅子超綺麗。でしょ？はい。じゃあ、俺は寝るぞ。そう。
俺カメラ撮りっぱなしにするから顔気をつけてよ。くそ、ここに行けばいいのか。後ろ姿だったらいいの別に。